明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対横浜 DeNA ベイスターズ、この一戦をお送りいたします。スワローズの先発は右のブキャナン、対するベイスターズの先発はエースの今永、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。右のブキャナン登板です。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターは桑原、投げました、打ちました、西浦取った、ショートから一塁送球、アウト、桑原いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナー打った、山田ボールを取る、一塁送球、アウト、外いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これで2アウト、ランナーありません。打ちました、これはいい当たり、入れば先制だ、打球はそのまま伸びていく、見上げた、ホームラン、先制ホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった、変化球を完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。こちらが先ほどの先制のシーンです。左バッターボックスには筒香、次が5球目、投げました、打ちました、いい当たり、行ったか、どうだ、入るか、ダイレクトフェンスに当たった、筒香二塁を狙う、筒香いいバッティングを見せました。ランナー一人を置いて迎えるバッターは宮崎、ブキャナピンチの場面でどういう投球をしてくるか。投げた、打ちました、初球一塁送球、西浦軽快な守備を見せました、スリーアウトチェンジ。1回の表が終わって1対0、スワローズ先制点を奪われています。2回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは佐野、打ちました、ライト線ぐーっと打球が上がってきますがこれはヒットになります。佐野一気に二塁へ、二塁タッチはセーフ、佐野ツーベース。バッターは7番山田、第9投げた、初球打ち、あっと取れない、レフトからサードへ、山本いいバッティングを見せました。スワローズなおもピンチが続きます。打ちました、三塁ランナーホームに帰ってくる、二塁ホーム、ベイスターズ1点入りました、2対0。第2球投げた、打った、流し打ち、坂口うまくさばいています、スリーアウトチェンジ。2回の表が終わって2対0、ブキャナこの回さらに1点を失いました。スワローズここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー二塁という場面で西浦、もう第2球投げた、打ったい当たりだ、センター前クリーンヒット、センターバックホーム、二塁ランナーホームイン、スワローズ1点返しました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは8番中村、第9真ん中に伸ばしてストライク、まずは見送りました、投げた、真ん中にストライク、第3球を投げました、ライト2目、空振り三振、最後は150キロストレート。バッターはピッチャーブキャナ、第9投げました、真ん中ストライク、いきなり150キロ、投げました、見送ってストライク。第3球はチェンジアップ、見逃し三振、ここは3球で仕留められました。リプレイをご覧ください。2回が終了しまして2対1、スワローズこの回1点を返しています。ベイスターズこの回1番からの好打順になります。先頭バッターは桑原、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。初球を打ちました、一塁へ送る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番外、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。初球打った、ライト前ヒット、クリーンヒットです。セカンドから一塁送球、外ナイスバッティングです。バッターは3番ロペス、これが2度目のバッターボックス。第9投げました、初球打った、右中間へのフライ、ライト前進、取りました、これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。第9打った、これはいい当たりだ、伸びた、伸びていった、ライトを見上げた、ホームラン、ツーランホームラン、白球は無情にもライトスタンドへ、ストレートを完璧に捉えられました。
素晴らしい一発をベンチも祝福。先ほどのプレーです。バッターは5番宮崎。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。打った、痛烈な当たり、三遊間。宮崎いいバッティングを見せました。左バッターボックスは6番佐野、投げました、打ちました、ショート右、ショートから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって4対1、ブキャナこの回さらに2点を失いました。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは大和、投げた、初球見逃し三振。ブキャナ見事なピッチングです。バッターはピッチャー今永、投げた、見逃し三振。バッターは9番伊藤。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。高め、空振り三振。さあリプレイです。ブキャナ連続三振で切り抜けています。4回の表が終わって4対1、ベイスターズこの回の攻撃は0で終わった。スワローズ追う展開で迎える4回です。ワンアウトランナー1塁という場面で西浦、直球見送ってストライク、1塁牽制、1塁タッチセーフ。第2球打った、強い当たり、さらに伸びていく、入った入った、ホームラン、ツーランホームラン、右中間スタンドに叩き込んだ、ストレートを完璧に捉えました。さあチームメイトからも祝福を受けます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ベイスターズこの回は打順よく1番からの攻撃。トップバッターは桑原、投げた、打ちました、打球はショート後方、西浦余裕があります、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番外、投げた、引っ張った、クリーンヒット、ボールが転がる、外、ナイスバッティングです。リプレイをご覧ください。バッターは3番ロペス、これが3度目のバッターボックス。第3球を投げた、打った、西浦掴んだ、二塁送球、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。今日2回目の併殺でこの回を終えました。5回の表が終わって4対3、ベイスターズ現在1点をリードしています。試合は後半6回に入ります。先頭バッターは筒香、今日2打点を挙げています。投げました、空振り三振、バットアウト、高めの変化球でスイングアウトを取りました。投球これから5球目、打った、引っ張った、大引き、ダイレクトでボールを掴んでアウト、2アウト。第5球投げました、打ちました、中村落下点に入った、取ってこれで3アウトチェンジ。ブキャナこの回きっちりと3人で抑えています。6回の表が終わって4対3、ベイスターズこの回0点に終わっています。さあ勝ち越しのチャンスを迎えました。ワンアウトランナー3塁という場面で西浦、スワローズ最低、初球打ってきた、フェンス直撃、センターからセカンドへ、スワローズ1点リード、5対4。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。代打は畠山、第1球投げました、初球引っ張った、打球はレフトへ、ヒット、レフトからセカンドへ、スワローズさらに1点追加、6対4。さあリプレイです。試合は終盤7回に入ります。この回のトップバッターは山、投げました、流し打ち、どうだ、坂口下がっていった、山といいバッティングを見せました。バッターは代打楠本に変わりまして、楠本背番号30、1球目ストライクから、ここは送りバント、ピッチャーの左へ転がした、アウト、ランナー二塁に進みました。ワンアウトランナー二塁に変わります。投げました、ここは振ってきました、ボールを掴んだ、三塁送球、タッチはアウト、これでツーアウト、送りバント失敗、ツ
ツーアウトランナー一塁に変わります。バッターはトップに帰って桑原第1球投げた。低めのボール引っ掛けた。これは内野ゴロ。サードから一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。一塁ランナー伊藤残塁に終わりました。7回の表が終わって6対4、スワローズ2点リードは変わりません。ベイスターズこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは外投げた。打った。ライトフライ。飛距離は出ていません。ライト取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは3番ロペス。今日はホームランを打っています。第9これは引っ掛けた。これは平凡なレフトフライ。レフト前に出る。掴みました。これでツーアウト。ランナーありません。左バッターボックスは4番筒香。今日2打点を挙げています。投げた。打ちました。いい当たり。ピッチャー返し。抜けた。筒香ナイスバッティングです。バッターは5番宮崎。今日はここまで3打数1安打149キロ直球。空振り三振。ボール球で仕留めました。8回の表が終わって8対4、スワローズ4点リードは変わりません。スワローズリードで迎える8回です。ノーアウトランナー1塁という場面で西浦スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。初球空振り。第2球投げた。2球目ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げた。外れた。ボール。投球これから4球目。打ちました。ヒット。ボールは中継。西浦いいバッティング。ベイスターズ何としても得点を挙げたい9回です。バッター音坂。おっと打ちました。西浦ボールを掴んだ。一塁送球。一塁アウト。これはアウトです。さあ6球目投げました。打ちました。西浦取った。ショートから一塁送球アウトです。一塁はアウト。ピンチヒッターは梶谷。スワローズここは何としても抑えたい場面。内角低め空振り三振。最後は伸びのあるストレート。スワローズ見事勝利です。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りしてまいりました。